江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。警告さん、またまたやられてしまいました。警告民、警告に南アフリカの国旗を入れたアメリカの放送局ということで、今度はアメリカにやられたんですね。お前ら本当マジどんだけ知名度ねえんだって思うんですけども、こちらまず画像の方を見ていきましょう。テレビの映像かな、スクリーンショットかな。はい、ということでね、メダルカウントと書いてありますけど、前回のオーストラリアの件もメダルの数じゃなかったっけ。あ、ちょっと出しましょうか。こちらポン、そうだよね、メダルだもんね。で、今回はサウスコリアさん南アフリカ、やらかしましたね。へえ。何ですか、ホンダって。これ何だろうね。スポンサーかな、このテレビのスポンサーかなんかなんですかね。はい。まあ、こんな感じでですね、サウスコリアさんがね、南アフリカになっちゃったよという話題でございます。まあ、明日あたりまた炎上すると思いますけども、まだこれ今日ちょっとホットな話題なんでね。それではスレルシュの書き込み見ていきましょう。クーちゃんお願いします。フランス、渓谷を北朝鮮として紹介。オーストラリア、渓谷の国旗を C 国と表記。アメリカ、渓谷の国旗を南アフリカと表記。国の格がどんどん下がるね。はい、じゃあね、こちらに対して渓谷の反応を見ていきましょう。お前らな、海外で何してんの本当に。さあ、これくらいならもう楽しんでもいいんじゃないか。これがただ渓谷の威厳だと思えば簡単だ。開き直るな。そうまで入力してただエンターを押して、最初に出たサウスアフリカが入力されたのか、わら FR と入力するとフランスが出るように。人の目で検査しないのか。アメリカがやると何も言えないのが本当に面白いな。わら、フランスがやった時はヨーロッパの愚か者だの、原発受注ができなかったからそうしたんだの、いろいろ言ってたのに、わら。ただの放送局がミスするのと開会式で主催者がミスするのは同じではない。オーストラリアも放送局がやったことじゃなかったか、わら。私たちの大統領がマンデラか。でも私たちも東京オリンピックの時に MBC が国紹介の時にやりすぎたんじゃないか、わら。アメリカは大統領が地方だと放送でもこうなのか。でも南アフリカの国旗はあまりかっこよくない。対極旗の方がもっとかっこいい。世界が注目する渓谷、渓谷人最高最高と YouTube で盛り上がる国粋主義おじさんたち並みだ。世界が私たちを無理やり落とすんだな、わら。いや、全くふざけたやつらだよ。ブルダックはよく食べるくせに。世界中が渓谷の植民地だったからそれもありえるな。世界中が大渓民国が、に。それもまた国の威厳だ。突然寛大になった、わら。もう開き直っちゃってんね。もうね、渓谷さんもうやられすぎてライフゼロよ。東京オリンピックの開会式の時にウクライナの選手を紹介しながらチェルノブイリの災害写真を入れて、ハイチの選手団の入場の時にハイチの暴動写真を入れた国があるって。フランス、オーストラリア、アメリカが次々と騒いでるな、ね、わら。ブルダック、ヤンニョムチキン、サムギョプサル、 BTS、 ニュージーンズといいものは全部知ってるくせに、これをミスするのか。わざとだろう。これも原発のせいにするのか、わら。フランス人が北朝鮮だと言ったのもただのミスだと言っているのに、原発のせいだと言ってる人たち、わら。ただ私たちの国が軽く見られているんだ。英国のような強国だったらこんなミスを犯したか。海外に行ってみるとわかる。コリアと言ったらノース、サウスと聞かれて、サウスと言ってもまずキム・ジョウンが出てくる。先に外国人が私に聞くのはジャパン、チャイナ、これが現実だ。ノース、サウスと知っていて冗談を言う場合が多い。ジャパン、チャイナはコリアに興味がないから。ノース、サウスを知っている程度なら、ノースでは旅行が自由にできないことを知っているから、サウスの次にキム・ジョウンと言いたいんだ。ノースだと嘘をつくと沈黙する。ただそれだけ対極旗が知られていないから、無知から来るものだ。国際的な孤立なのかな。南アフリカも私たちのものか。アメリカには優しいんですね。ムンジェインの時だったら孤立だとかなんとか騒いでいただろうに、わら。優しいですね、わら。
まあ私たちも字幕ミスは時々するし、ウクライナのチェルノブイリ写真とかもあるけど、ダダ人がやってることだからミスが出るんじゃないか。私の常識では理解できないミスだけど、世界が私たちを無理やり落とす感じだね。次は南スーダンが登場する番かな。私たちだけ知らない何かがあるのか。本当に一度や二度じゃなくずっとこんなことが起きる理由は何だろう。やっぱり嫌がらせしてたんじゃないの。今まで世界に迷惑かけてたから、ここぞばかりにこう仕返し食らってんじゃないの。まあそれしかないでしょ。今回の北朝鮮の件だってあれミスかい。わざとだろ。原稿には大韓民国って書いてあったんだから、国威専用がまだ少し必要かもね。これはダダ放送局の職員がバカなだけだな。わら、もちろんサウスと入力して適当に急いで入れたミスだろうけど、フランスのようにオリンピックの開会式でそんなことをするのは本当に悪意的だけど、これは一つの放送局のミスだからただ愚かだとしか見えないな。アメリカ人たちの大半が今でも大韓民国がどこにあるのか知らないというのを実感する。私たちもアメリカにユナイテッドアラブエミラテスの国旗を貼ってあげよう。 UAE か。ただどれだけ K-POP がどうだこうだと言ってもこれが現実のようだ。フランスは北朝鮮だと紹介して、オーストラリアも C 国だと紹介して、みんなで暑さにやられて頭がぼんやりしてるのか。あいつらの大統領も地方でフラフラしてるのに。はい、というね意見でした。それではですね、こちらに対してチャットの反応を見ていきましょう。じゃあね、上の方からいきますかね。これからいこうかな。どこまでも世界から嫌われてる。ここですよね。南のつく国今回は災難だな。わら、だってボイコットしたんじゃなかったの。わら、アメリカにもいじられてやんの。プ、世界の嫌われ者韓国兄さん。わら、お前ら前に G7 の集合写真で南アフリカの大統領を消したのもう忘れた。あまりに違いすぎる国旗に笑うしかない。ホンダの指示にだって言いそう。スポンサーか、やっぱり。さすが先進国でも飛び抜けてる。わら、南がつく国家が芸国の被害を受けてるな。芸国民ホンダは謝罪と賠償を。南アフリカと南朝鮮が混同しちゃったか。わら、南つまりサウスで間違えちゃったのかな。まあいいじゃん、半分合ってるんだから。わら、OECD に生活水準が一緒って言われてたからしょうがないよ。わら、あれ、アメリカに嫌われてるのもしかして気づいてなかったの。ブークスクス。わら、国の格が下がる。渓谷の格なんて地の底なんだが、覚えてなければ目で見ても無駄なんだよ。わら、ああこうなんか思考回路の違いを感じますよね。ここまでやられてたら、まあ私だったら、え、もしかして自分に非があるんじゃないかなってちょっと帰り見たりするじゃないですか。ここまでやられたらよ、さすがに。まあちょっとコメント、ですね、反応欄ではちょっと気づいてる人いたけど、格が下がるっていかにも自分は悪くないみたいなね感じだからね。お、やっぱりアメリカにも嫌われてるな。まあムンもアメリカに文句言ってたからそれの報復か。前回に K の放送局がいろいろ失礼やってたよね。せめて国旗の意味くらい調べてよ。なあの旗かっこいいもん。ああそうか、これは MBC への仕返しか。これからはアンダーコリアでいいんじゃね。これなら間違えないぞ。あのお前らが全世界的に知られていると思ってるもの全部妄想だぞ。わら、軽く見られてるんじゃないよ、心底嫌われてるんだって。わら、まだまだこれからだから。オリンピック始まったばかり、逆さになってても誰も気がつかない国旗だからね。まあお前らよりは黒電話の方が知名度高いもんな。国旗が南アフリカなんだから占領されてんだよ、渓谷が。わら、お前らの国を知らないだけでそんな些細なことで無知だとか言われるの消せないよな。わら、ミスちゃうくて真面目に嫌がらせじゃないか。お前らは K-POP がビルボードで1位を何週間も続けていたと掘るっていただろ。世界での K 国の認識はこんなもんなんだよ。世界からリスペクトされてればまず起きないと思いますよ。こんだけ間違われるってことはつまりそういうことですよ。わら、米国陸軍仕掛けという国のある場所知らないと思う。各国ボイコットするやっこの国旗なんか用意してねえぞ。
はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。